大阪で実家暮らしをしている若い女性が体験した話ですある年の夏8月の中旬お盆の頃に親戚の家族が泊まりに来ることになりましたその家族には2歳と4歳になる男の子の兄弟がいた女性は子供好きだったのでその2人に会えるのを楽しみにしていました 親戚がやってくるその日玄関で「こんにちは」と声が聞こえて迎えに行く間もなくバタバタと廊下を走る音がしてリビングに男の子2人が飛び込んできました彼らのために女性は自分が昔遊んでいたおもちゃや絵本を用意しておきました2人が早速それに食いついていく絵本を読み聞かせてあげたり一緒にゲームをしたり楽しい時間があっという間に過ぎていきました 夕方日が陰り始めて母親からご飯の前にお風呂に入ってしまいなさいと言われた女性が男の子二人をお風呂に入れることになりました風呂場に行ってもじっとはしていない湯船に静かに浸かるなんてことはないお互いにお湯をかき合ってワーワーと騒いでいるしばらく暴れた後 じゃあそろそろ体洗おうかそう言って2人を洗い場に出してお兄ちゃんの方は自分で体が洗えるというからその手に石鹸の泡をのせてあげてじゃあお願いその間に弟の頭を洗ってあげることにしましたシャンプーをつけて髪の毛を泡立てていくその時お兄ちゃんの方から「ねえお姉ちゃん何してるん?」聞かれて「ん?」 弟くんの頭洗ってあげてるんやで、ね。うん、うん。お姉ちゃんちゃう、お姉ちゃん。ん意味がわかりませんでした。一体何のことかと、ちらりと、お兄ちゃんの方に目をやった。お兄ちゃんは、こっちを見ていませんでした。その視線の先、湯船の中、 水面から顔を半分だけ出した見知らぬ女がじーっとこちらを見ていました。驚いて女性が悲鳴を上げるとそれを合図にしたかのように女はトプンと水の中に入って見えなくなった。お兄ちゃんがあれどこ行った不思議そうにしながら 洗面器をつかんで湯船の中をジャバジャバとかき回したが女の姿はありませんでしたお風呂を出て女性は母親に「今こんなものを見た」と話をしただが母親は何かの見間違いだろうと笑って気にも留めてくれませんでした ししかし翌日母親から「あんた昨日言うてた話なあれは本当かもしれないなぜなら風呂の掃除をしようと湯船を覗いたら水面に誰のものでもない長い髪の毛が浮かんでいた」。 ということです